にゃす。まあ今日はすごく大切な話がね、みんなにあって、なんかこれ俺も話すべきかすごく迷ったんだけど、一昨日ぐらいかな、ちょっとね、そのピザをね、そのすごく好きなあのおじさんがいたんだけど、まあ森田さんって人なんだけど、まあこの森田さんがね、まあピザが好きで有名で、でまあブログとかもやってて、でたまにこうテレビとかも出るようなぐらいの有名な人、ピザ好きで有名だったんだけど、まあこの人がそのまあプライベートって知人女性とこう旅行に行ったのかな。でその時にその知り合いを使ってその露天風呂のなんていうのかな、向こう側に山があって、そこから結構なレベルの高い望遠鏡で盗撮してたということが発覚したんだよね。俺あんまりこういうのってみんなにね伝えるべきなのかすごく迷ったんだけど、やっぱりこれはね、俺すごく大事な話だと思うからみんなに今話して、やっぱりねピザ好きって言ってやってたわけじゃない。で結局それって盗撮するためのピザだったわけじゃない、変な話。だからこの人イタリアとかいろいろ行ってこうピザ選手権みたいのもさ見てブログにアップしてたんだよ。でもそういうさ、僕ピザ好きです、僕のマイライフイズピザみたいなさ感じだったんだけど、結局さそれがさ目的が盗撮だったわけだよ。みんな今混乱してると思う、俺も混乱してるけど、だってそうじゃん、結びつかないじゃん、ピザと盗撮ってさすごく遠いと思うんだよ俺。イタリアでしょピザって、それと茨城県の温泉施設の温泉施設書いたんだけどさ、遠いじゃん。でもそれがさ繋がってたっていうさことなんだよ。これさ誰があれしたんだろうね、捜査っていうかさ、これ結構さ名探偵でもさ難しいと思うよ。だってピザとさ盗撮、茨城県の温泉で盗撮ってさ絶対結びつかない線だと思うんだよ俺。どうやったって結びつかないよそんなの。いやこれが仮にさ茨城県でピザ屋さんをやってるピザ職人が盗撮したらまだわかるよ。だけどさピザ好きなただのブロガーだったんだよその人は。だけど結局さ最終的にはさ女の裸見たかったってわけじゃん。ってことはさピザよりも女の裸の方がさ好きだったわけじゃん、興味あったわけじゃん。だったらさ最初からさピザ好きですなんて言うなよってことじゃん。ピザ好きですじゃなくてさ、僕は女の人の裸見たいですってさ最初から言ってればよかったじゃん。そうじゃない、俺そうだと思うよ。だってそしたらさ私の裸ならどうですかっていう女性だってさいたかもしれないじゃん。だからさやっぱりそういう
なんていうのかな、みんなにさ嘘ついてさピザ好きですとかってさ、俺やらない方がいいと思うんだよね。で、これ結構さ問題なのはさ、問題なのはっていうか、もちろん盗撮は問題なんだけどさ、これ結構さ余罪がありそうじゃん。もうこの手口でさ何回もやってる感じするじゃん。だからすげえ悪質じゃん。ピザ好きおじさん、ピザ好きおじさんでさ、経営者でさ、で羽振り良さそうでさ、でそこにさホイホイついてった女がさ、誕生日をしようみたいなやつでさやってさ、おピッツァみたいなやってさ、で飯ピザ食わしてさ、でへえお風呂入っといてよみたいな言ってさ、で風呂キャー素敵な温泉とか言ってやってさ、押したらさ山からさ取られてんだよ。やべえじゃん、話がちげえじゃん。そんなこっちはさ経営者だっつうからさ金持ってんだろうなと思ってさ、うめえピザ食わしてもらえんだろうなと思ってさ近づいたらさ、あのさ裸取られてんだよ。話がちげえって。それはだからやっぱり俺本当にこれは9人も逮捕されてるらしいの。しかも本当にこうチームでやってるよね。ある意味こうすげえじゃないけど巧妙だよね。でもさ変な話さ、これ変な話だけどさ、お金あってさうめえピザも食わせられてさ素敵な温泉もさアテンドできるんだったらさ、もうちょっと頑張ればさなんか裸見れるような中になれたんじゃないのかなと思うんだけどね。変な話そこは頑張ればだけど、ちゃんと合法的にっていうかさ女性とこう関係性築けたんじゃないかと思うんだけどさ、そうも変な話そうするよりも盗撮で裸が見たいって欲求は勝っちゃったのかな。だとしたらさ、これやっぱりさなんかピザに謝ってほしいっていうか、すべてのチーズとかすべてのピザ生地とか、もちろんすべてのピザ職人もそうだし、あとナポリっていう町にも謝ってもらいたいし、なんかそのナポリ公認とかももう返してほしいし、もう金輪際ピザ食ってもらいたくない。変な話だから、もうピザトーストとかしか食べれないようになってほしいかも。なんかその出来心でとかもう良くないけど、もちろんそれも良くないけど、この9人でチームで何回もやってたっぽいから、俺そんなやつもう金輪際ピザ食えないでいいと思うんだよ。もう金輪際ピザ食わないでほしい。俺ちょっとそういうとこは厳しい。なんかやっぱピザがかわいそうっていうか、俺ピザ好きだし、ピザってやっぱいい食べ物じゃん。子供からお年寄りま でチーズもとろっとしてうまいしさ、なんかあったかい気持ちになれんじゃんピザ食って。それをさなんか悪用してさ女の裸を取ってたってさ、俺ちょっと許せねえよマジで。俺ちょっと許せねえよマジで。まあでもさなんか金持ってそうでさ、うめえピザ食わしてくれてさ、ほんで温泉宿も手配してくれてさ、でホイホイついてったらさ裸取られたっていうことなんだけどさ、でもやっぱりさ俺悪いのはこう森田っていうおっさんだと。だったら最初からピザなんかさ好きとか言うなよ。そうじゃん、
女の裸見るためにさ、ピザ食ってるやつなんかいねえよ、この国で。女の裸見るためにさ、ピザ食ってるやつなんかいねえよ、この国で。こんな変態野郎はさ、俺やっぱ許せねえよ。まあだからやっぱこうすごく昨日悩んじゃってて、それみんなへ伝えようか、やっぱ憤りもあったし、まあピザも好きだし、ピザにもやっぱ配慮したいなと思ったから、あとピザ好きのみんなにもね、だからあとナポリの人たち、まずは俺が日本代表してちょっとこの人の代わりじゃないけど、ナポリの人に謝んないといけないと。I Napoli citizen. All over the Napoli citizen. Japanese. Japanese pizza. Pizza. Pizza artist. Pizza. Freaks. Pizza freaks. I'm pizza freaks. And.And today I'm gonna tell you about Japanese man, a man, and pizza freaks man, pizza blogger が and shoot naked, woman's naked for, so I have to apologize.All over the Japanese pizza freaks. I'm so sorry. But where pizza love heart is never ending story. So, we're gonna make the more pizza love. Okay. はい。ってことでね、なんかこう、すごくね、みんなにはね、こう、ちょっとね、心配かけちゃったとこあるんだけど、でもね、本当にこう、俺もね、みんなに伝えられてよかったし、これでまたね、元気にね、明日からまたこう、やっていける自信が出てきたっていうかね、本当にみんなもね、ぜひね、これに、心折れずにね、今後もこうピザ食べてってもらいたいなと思う。あと女の裸見たい時はやっぱりこうちゃんと口説いたりして見してもらった方がいいと思う。じゃあね。ニャス。